プノンペンからシェムリアップへ、ほぼ奴隷船の過酷な寝台バスの旅。山林生活。どうも、おはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。プノンペンからシェムリアップへバスで行きます。バスの時間までまだまだあります。公園でのんびりしようと思っていたのですが、空が怪しくなってきました。スコールとなるとびしょびしょになります。雨具もないので降られたらさようならです。ということで毎度ですがスタバに移動です。日本にいるときはスタバはあまり行きませんが、今回の旅ではかなりの頻度で通ってます。本日2回目のスタバですからね。喫茶店は探せば他にもいっぱいあるんです。小綺麗なところもあります。でもスタバになっちゃうんです。何も考えずに頼める。電源が確保できる。 Wi-Fi も使える。飲み慣れた味なので不安がないんです。日本のスタバとちょっと違うのは、注文するときに名前を聞かれる。砂糖入りと砂糖なしを選ばなきゃならない。くらいでしょうか。名前は中国でも聞かれました。出来上がると名前で呼ばれるシステムです。番号の方が効率良いと思いますが、この名前システムは効率とかではないのでしょう。陽気にしかわからない温かみがあるのでしょう。スタバに入ってから1時間ほどしたら、案の定雨が降ってきました。雨が降り出したため、スタバも混雑しています。運よく電源サイトのある席に座れました。カンボジアは日本のコンセントが刺さりません。全世界対応のを持っているので、それを使用します。プラスチックで軽いので、これは重宝しています。このままスタバで籠城します。バスの出発時間は23時過ぎ。スタバは22時まで。今いるスタバからバス停まで距離があるので、少し早めに出るつもりです。現在19時。スタバに3時間も滞在しました。コーヒー一杯で長居するクソ客です。ベトナムは Wi-Fi サービスが1時間でしたが、カンボジアは時間制限がありません。入店当初は混雑していましたが、スコールが止んでからは人もだいぶ引きました。21時以降は出歩きたくないですが、深夜バスだったため仕方がありません。シェムリアップに着くのは朝の5時頃です。アンコールワットは早朝から営業してます。シェムリアップ到着後、そのままチケットセンターに行き、チケットを購入。早朝から観光を始める予定です。同日中に観光を済ませ、翌朝にはバンコクに向かうつもりです。21時過ぎまでスタバで時間を潰しました。ツクツクに乗りバス停へ。これより2時間暇つぶしをしなければなりません。スマホのパズルゲームをして時間を潰します。電源のないところでゲームを楽しめるのも、ポータブルバッテリーを持ってきたお金です。スマホの電池は1日でなくなります。特に電波が不安定なところは1日持ちません。ホテル泊であれば問題ないでしょう。しかしこのように夜行便などを使用する場合、電源がないこともあるわけです。そのため大きめのポータブルバッテリーはあった方が良いですね。23時過ぎに夜行バスが到着しました。席は満席のようです。深夜便です。皆様、今日の昼にホテルをチェックアウト、そして観光をしてそのままバスに乗るのでしょう。カンボジアは湿度も気温も高く、日中は汗ばむ陽気。そんな環境にずっといたわけですから、皆様汗臭いのでしょう。私もいろいろ観光したので、だいぶ汗をかきました。今日見た中では虐殺博物館が衝撃的でした。学校の教室にレンガで個室が作られていました。独房です。広さは畳1枚もないサイズでした。そこにずっと押し込められていたのです。あんな狭いところにいるのはしんどいはずです。ていうか、バス狭すぎ。虐殺博物館の独房より狭い。ほぼほぼ奴隷船じゃないでしょうか。
日本の夜行バスとか乗ったことないんですが、こんな感じなんでしょうか。狭いだけであれば良いんです。隣との距離感がめちゃくちゃ近いんです。近いっていうより仕切りがないんで同じベッドに寝る状態です。隣に来たのはイギリスから旅行に来ている男性。見た目は20代半ばといったところでしょうか。ベッドの廊下側はカーテンを閉められますが、隣のイギリス人との間にはカーテンなどの仕切りはありません。ただの一つのベッドです。狭いベッドに男2人、何も起きないわけがなく、さすがにこれはちょっとしんどかったです。隣に綺麗な女性でも乗ってくれば恋も生まれるのでしょう。シェムリアップまで6時間ちょっと。寝て起きればいいだけと思ったのですが、全然寝れないんです。そして電源があるって話でしたが、イギリス人男性側にしかありませんでした。 Wi-Fi は使えました。あと予約した席が悪かったです。トイレの目の前なんです。異臭などはないですが、おしっこしている音がもろに聞こえるんです。そしてドアの立て付けが悪いため、開いたり閉まったりするためバタバタとうるさい。そのような中でも多少は寝ました。でも寝ては起きての繰り返しで寝不足状態です。日が明けると皆が起き始めます。見ての通り狭い車内です。隣席というより同じ席ですからね。寝台バスってこんなもんなんでしょうかね。日本ではこの形のバスは法令に引っかかるのでないのでしょう。そういった意味では海外で貴重な体験ができたのではないでしょうか。シェムリアップはアンコールワットがある観光スポットです。カンボジアの田舎ですが空港も整備されています。当然プノンペンからも飛行機で行ける距離です。距離は 300km ほど。つまり名古屋まで夜行バスで行く感じでしょうか。東京から名古屋までって考えると近いですが、乗車時間は6時間以上です。普通に旅行するのであれば飛行機で行った方が良いのでしょう。バス移動は貧乏旅行をするか陸路移動縛りプレイをしている人だけでしょう。朝6時、シェムリアップのバスターミナルに到着。これよりアンコールワットを目指します。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。このチャンネルは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。